JPEG-XR とは、デジタルカメラや PC 上などで画像情報を扱うための標準フォーマットの一つである。JPEG は、ジョイントフォトグラフィックエキスパーツグループを意味しており、XR は、エクステンディッドレンジの略である。2009年6月19日に、ISO/IEC の最終国際規格案投票を通過し、国際規格 ISO/IEC 29199 から2009として最終承認された。元となった規格は2006年に米マイクロソフトが発表した Windows Media Photo。画像情報を扱う標準フォーマットでは従来最も標準的に使用されている JPEG 規格がある。JPEG の3原色ごとに8ビットまでの色情報では10ビットまで。判別可能とされる人間の認識力に対応できず、デジタルカメラが高性能化した1990年代からは、カメラの性能を生かす画像フォーマットとしては、限界が生じていた。デジタルカメラで撮影する場合でも、特に一眼レフ機を使用するユーザーのように、撮影画像情報をオリジナルのまま保存したい場合には、その画像情報は、カメラ内部での画像情報フォーマットである。RAW 画像形式で外部に取り出されることが多く、この場合には1色あたり12ビット以上となり、圧縮も考慮されないため画像ファイルがかなり大きくなる。ファイルサイズの増大は、フラッシュメモリやハードディスクドライブ、書き込み用 DVD が廉価になっているので20世紀ほど大問題ではないが、カメラ単体での撮影枚数が制限される点では不便であり、カメラ内部では、RAW 形式から JPEG 形式へ変換後、フラッシュメモリ等の内部記憶チップに保存されるという使われ方が多い。この時の JPEG の変換は非可逆変換による圧縮処理であり、これによって元画像が持っていた色の階調情報は各色8ビットに切り捨てられる。可能であるならば RAW 形式か JPEG 形式という2つの形式だけでなく、カメラ内部で TIFF 形式や PNG 形式へ変換後、カメラ内のメモリーカードに記憶するような中間的な方法があっても良さそうだが、TIFF 形式や PNG 形式では JPEG の何倍ものファイルサイズとなってしまうので、撮影枚数が制限される点や TIFF 形式ではほとんどの Web ブラウザが対応していない点などがデメリットとなり、保存フォーマットとしては避けられている。RAW 形式では、カメラから PC などへ画像データを移動、保管し、Web や携帯画像ビューワー上での表示が必要な場合に、カメラに付属のソフトウェアで RAW 形式から JPEG 形式に変換されることが多い。上記の RAW 形式の汎用性の低さや、階調情報の問題は、JPEG-XR の採用と普及によって解決できると見られていた。マイクロソフトでは JPEG-XR が ISO/IEC 規格となればロイヤリティを無料にするとしていた。その後、マイクロソフトは JPEG-XR の使用、実装に対して特許を主張しないコミュニティプロミスを適用した。符号化処理手順複合処理手順2006年5月に米マイクロソフトは WinHEC 2006において Windows Media Photo を発表した。同年11月に同社は Windows Media Photo を HD Photo に改名し、その後の Windows Vista で標準サポートした。2007年4月に同社は ISO/IEC の JTC1、SC29、WG1 である JPEG に HD Photo を JPEG-XR として国際標準として規定するように提起した。2008年から2009年1月の間、JTC1、SC29、WG1 は侵害される特許に関して調査を行った。2009年1月19から23日の5日間、サンフランシスコで開かれた47回 WG1 会議で、2009年末に正式に、JPEG-XR として公開されるものとされた。2013年4月にマイクロソフトはオープンソースのライブラリー jxrlibを公開し、1.1 では圧縮品質を改善したとしている。これまでの HD フォトデバイスポーティングキットのライセンスと GNU、GPL の間には互換性がなかったが、jxrlibの登場でこの問題が解決した。デジタルカメラの撮像素子によって作られる RAW 画像データは符号化処理を経て JPEG-XR 規格に沿った静止画像ファイルとして記憶領域に格納される。カメラの記憶領域に格納された静止画像ファイルは PC などに転送されて必要に応じて複合処理が行われビットイメージに展開される。以下に符号化処理と複合処理の概要について示す。JPEG と JPEG2000、JPEG-XR、WebP という静止画像に関する主な競合規格の比較を以下に示す。後から登場した JPEG-XR は以前から標準規格として存在する JPEG2000 に比べて技術的な新規性が薄い。JPEG より後発の規格はどれも JPEG に比べて高圧縮を実現できるが、その中で最も早く規格化された JPEG2000 が広く使われなかったのは Windows や Web ブラウザがサポートしなかったことだけが理由ではない。JPEG2000 が必要とするハードウェア回路規模は JPEG-XR の2倍以上、メモリ容量は8倍程度とされ、JPEG と比べればそれぞれ15倍弱と94倍となり、これが JPEG2000 がデジタルカメラに採用されなかった主な理由であった。また JPEG2000 では画像によって処理時間に長短が生じるため、カメラメーカーは連写速度を誇れないことも採用の障害となった。マイクロソフト Windows 以外の OS で標準でサポートされておらず、また Apple は JPEG の代替として後発規格である、TIFF を採用し、JPEG-XR を採用する予定はないので、デジタルカメラでの採用の見込みは、全く立っていない。2008年12月でのデジタルカメラの撮像素子の状況は、大きく2つに分かれられる。1つ目のグループは、一眼レフのような高級機種である。こういったカメラでは70デシベルほどのダイナミックレンジを備えた撮像素子が、すでに使用されており、12ビット解調が適している。このような高級機種では、撮像素子に限れば、現状のままでも、JPEG-XR での利用が望ましいことになるが、外部出力を HDMI 1.3 としたり、背面搭載の液晶モニターをより広い領域のものに変える必要があるかもしれない。もう一つのグループは、コンパクトデジタルカメラと呼ばれるもので、これらの多くは、撮像素子のダイナミックレンジが60デシベル程度のものであるため、8ビット解調を超える撮影を行うには、より上位の撮像素子が求められる。HDR の登場や RAW 形式の採用などから推定可能なように、現状のカメラ出力が、ユーザーの、特に一眼レフを購入する、ユーザー層の性能や、利便性への要求を満たしていないのは明らかだが、JPEG2000 のものと比べれば、JPEG-XR への対応のために搭載すべき回路規模は現実的であるとはいえ、普及の見込みはまだ不透明である。また、JPEG-XR の採用で実現されるような色のダイナミックレンジを広げるということは、単純な表現力の向上だけが利点ではない。一眼レフカメラでもそうであるが、特にライトユーザーがコンパクトカメラで気軽に人物等を撮った写真において、黒つぶれや白飛びが生じていても、色のダイナミックレンジが広ければ、後にレタッチソフトウェアによって、より自然な補正がより簡単に行えるような余裕ができやすくなることが期待される。JPEG-XR 規格には、静止画の JPEG-XR だけでなく、各フレームに、JPEG-XR を配置した動画圧縮形式である Motion JPEG-XR が含まれている。Motion JPEG-XR は米Appleが標準化を推進していた。ありがとうございます。